イェンイェン選手。この選手は中で非常に長い連続技を持っているので注目していただきたいですね。バトビ、はい、ちょっと着地が一歩前に乱れましたけれども非常に姿勢がいいですね。これからルール改正によってああいうジャンプを多用してくる場面が増えるっていうような話もあるんですが、そうですね、平均台はあの足を頭より上げたっていうジャンプって非常に難度が高いですね。最後は膝にも入ってます。ここからですね、ジャンプ1回、2回、3回から後ろに戻って後転跳び、ワンスワン、もう5メートルの台を一往復してしまいましたね。そしてこの体の柔らかさ、そうですね、非常にあの動きもキビキビして非常にあの見ていても気持ちいいですね、はい。続きまして、さあ残りはもうこの後着地ということになりますが、まだここでジャンプをさらに加えます。種目別平均台優勝、平均台の演技時間というのはこれは長くても1分半そうですね、それをこうもう本当にいっぱいに使って技の連続です。さあ最後の帯技決まりました。これが 9.900 という高得点になりました。さあもう一回見てもらいましょう。ここはまあひねりの部分ですね、はい、これでももう5メートルフルに使ってますね。後転跳びの連続から後方伸身宙返り1回ひねりですね。そしてその前にあの前後回